皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室の先生が月商50万は楽に稼げる、集客を楽にするコツについてお伝えしてみたいと思います。集客っていうとですね、教室の先生にとっては難題課題なわけですよ。で、教室の先生じゃなかったとしても、集客っていうのは、難題課題っていうもの、要はそれさえ、できない、それができないと、結局その後の実際にこう回していくっていう経営としてのお金もね、たまっていきませんからね。集客はもちろんそのスタート時にとても大事なことなんですけれども、皆さんいろいろな集客の手法はご存知で、それを一生懸命トライをしたりとかしているし、実際に毎日ね、頑張ってもらっているメンバーももちろんいるんですけれども、辛いって思ってる方が多いですよね、結構ね。で、そんなこと言うと、集客って辛くないんですかとかいう、なんかね、声とかわーって上がってきそうですけれども、辛いか辛くないかっていうのも、もちろん大変な部分はあるんですけれども、あるゾーンに入ると、なんて言うんでしょうかね、集客の量がコントロールできたりとか、経営売上の数字もコントロールができるようになると、逆に楽しくなってくるっていう、そういう話ですね。で、今苦しんでいる方にとっては、そんな夢のような話ってもしかしたら思うかもしれないんですけれども、案外夢じゃなくて、ちゃんとやるかやらないかだけのところ、しかもそのちゃんとっていうのは、どういうふうにしたらちゃんとになるのかっていうのを把握していただいて活動していただけると、少なくとも多分今よりも気分が楽になる、プラス実際に本当に稼げるようになるので、私が自分でやってきた歴史というか、自分で教室業を立ち上げて、こう手探りながらもですね、コンサルの先生の言うことを聞きながらとか、いろいろ学んできた感じで言うと、月商50万っていうのは、やることをきちんとやれば、そこまで難しくない。要は私の場合には、ちょっとね、時間がかかりましたけど、3年で600万ですよね。これ私がそれを分かった内容と、クライアントさんに伝えてる内容を、要は経験値が増えてきてるんですよ、私も。で、そうすると、それをきちんと伝えると、めちゃくちゃ早い人とかで、2ヶ月半年ぐらい後ぐらいでですよ、月商200とかってできちゃってるんですよ。だからそれって、教室業は無理かと思いきや、そんなこともないで、ね、月商200とか300とかもできてしまいます、はい、ちゃんとやれば。で、私は今そのものすごい数字のお話をしているんじゃなくて、その手前の考え方ですね、集客は本当に辛いのかという、集客を楽しいと思うための要素は、何をしている人たちは楽しいと思うのかという、これを今日はテーマにですね、お話をしてみたいと思います。集客を楽しくするコツ、これをね、今日のテーマにしたいと思います。ではですね、本題に入りたいと思うんですけれども、私自身がもともと営業出身なんですよね。自分自身が営業出身で、かつチームリーダー、マネージャーでしたから、自分も数字を稼ぐし、部下にも数字を稼いでもらうというプレイングマネージャーでした。で、営業職のイメージってどうですかね。皆さん、考えてみていただけると分かると思うんですが、営業って辛いとかって思ってないですか？いや、確かに楽ではないんですよ。楽ではないけれども、私は営業はどちらかっていうと楽しい部類の仕事でしたね。確かに数字には追われるんですけれども、追われるから辛いのであって、数字を組み立てて作りに行って、目標とかをクリアしていく形でいる分には、お金もたくさん入ってくるし、気持ち的にも楽で、楽しいですよね。制約どんどんしていくわけですから。なので、そのスパイラルを作っていくっていうこと、
営業職は辛いですかって言ったら、私は辛くないと思ってるんです。特に私は高額商品の単価のものを売るのが得意な人だったので、あと形がないものを売るのが得意な人だったんです。だから別に詐欺をしているわけじゃないですよ。 ちゃんと正当に価値を説明して納得してご購入いただくっていう、そういうプロセスはあるんですけれども、いろいろテクニックあるんですよ。購買心理学とかそういうのは知ってますけれども、あんまりそういう小手先のものは使わないですね。本質的に今どうかっていう、これは対お客さんとの問題なんですけど、じゃあ対自分との間で営業ないしは集客をどうやったらうまくいかせるのか、楽にしていくのか、楽しいのかっていうのは、私も含めて、これからお話しする2人のクライアントさんも含めて共通点があるんですよ。知りたくないですか？共通点。はい。共通点があり、そして多分ですね、この共通点は教室の先生が苦手な分野です。集客が苦手の以前に、そこが苦手だから実は集客が苦手になっちゃってんじゃないかなって思ってるんですよね。そこクリアできてくるとだいぶ集客楽になる。さて、もったいぶってるわけじゃないんですけどね。じゃあ答えを言いましょう。答えはですね、数字を見ていく、数字の管理ができるかどうかっていうのが非常に大きい。数字ですか？もう聞いただけで寒気がとかいう方は、集客がなかなかうまくいきにくいです。残念ながら今からその思考を入れ替えましょう。はい。で、数字のどういうことがいいのか、どういうふうに数字を使っていったらいいのかっていうことで、それによって、実際のね、私のクライアントさんがどんなに楽しく、そしてどんなに楽に動いているかっていう実例をね、ちょっとお話をしてみたいと思います。はい。じゃあまず1人目、この方はですね、じゃあそうだな、お名前を K さんという名前にしましょう。 K さん、はい、 K さんですね。 本当名前言っちゃいそうだな。 K さんです。で、彼女は何が好きって、ちゃんとね、台帳をつけるのが好き。例えば、1ヶ月とかをね、まとめるときに9000円のセミナーとかレッスンが30人とか、5000円のレッスンが20人とか、2万円のレッスンが5人とか、そういうのを、ちゃんと当たり前なんですよ。当たり前なんだけれども、その数字をちゃんと毎月数字として見られるようにしているということです。予約ベースでですよ。予約消化ベースで。入金ベースじゃないんです。これポイントなんです。予約消化ベースです。だから例えば6回の講座とかって6ヶ月前に入っちゃうと、6ヶ月前にお金がドンと入っちゃってるじゃないですか。で、そういう意味ではなく出来高です。要は6回って言って、例えば12万円の講座だった時に2万円が6回毎月入るわけじゃないですか。だから本当の出来高はその月の2万円が本当の出来高なんですよ。12万円の6ヶ月前の12万円は入ってるけどサービス終わってないですよねっていう営業的な考え方です。お金の動きじゃなくて、教えて、そして対価がちゃんと発生したっていう、架空のイメージなんですけど、要はそこにその人数がいるっていう見方をした時に出来高でいくらなのかっていうのを把握してもらう表を、私がテンプレート持ってるんですけど、それで作ってもらってるんですよ。で、この表は出来高をきちんと実績として埋める欄と、その1年間分どういう、何月に誰をどれぐらい増やしてそういう金額にしていくかっていう、1年間の目標を人数でちゃんと人数とコースで割っていくっていうひな型を渡してつけてもらってるんですね。だから1年以上前の、大体10月とか11月に皆さんに作ってもらってるんですけれども、それをやると来年1年いくら稼ぎたいかっていうのを決めていくことになります。で、この時に例えば600万っていう数字をね、決めたとするじゃないですか。年商売上ベースですけどね、経費まで抜いた利益高までやるといろいろちょっと面倒なんで、分かりやすいので売上高にします。600万って50万なんですよね。で、50万の内訳が、例えばいろんな内訳があるんですよ。
50万円の高額口座をとある月に決めるみたいな形でね、やって一人っていう考え方もあって、でも50万円の高額口座って大抵何ヶ月かってやっていくことが多いんで、本当の出来高では例えば10万円を5ヶ月とかなのかもしれないですけどね。まあまあまあ、内容として一人っていう人が何ヶ月でその出来高に対して金額を払っていく人たちを捕まえたかみたいな、捕まえようとするのかっていうのを目標数字で書いてもらう。だから高額単価の場合には割と目標達成しやすくなっちゃうんですよ。50万円だった時に10万円払ってくれる人が5人いればいいわけじゃないですか。で次にじゃあ半分になったら5万円払ってくれる人が、10人必要になりますよね。10万円が5人の場合と5万円が10人になってくる。で1万円の人だったら50人になるわけですよ。だから金額が安くなればなるほどもっと大変になってくる。5000円に至っては50人やろうと思ったら分かりますよね。1万円で50人ですよ。5000円だったら100人ですよ。まずコマ数から言っても無理です。はい、無理じゃないんだけどかなり厳しいです。教室業ならだって単純計算で3人を30日やったって90人しかできませんからね。お休みなしで2回転すればいけるかなっていう、そういう数字なんですけどね。まあそんな形で要は何人いくらの人をどういうふうに呼んでいくか、そしてどういうふうに組み立てていくか、高額口座をどういうふうに入れ込むか、割とお手頃単価のものを何人ぐらいやるか、これを1年前に作るんですよ。で毎月それを追っかけていくことになります。でその通りに行く時もあればその通りに行かない時もあって、でそれの要因を確かめていきます。毎月レビューでセッションで私のコンサルで、で数字を出しておいていただくとご本人もその数字を追っかける時に気が引き締まる思いで、で足りないというのが実は見えたっちゃったりとかするんですよ。途中で目標にしている人数が分かってるわけだから、その人数より足りなければ絶対に足りないんですよ。足りない時にじゃあ目標を達成するためにどうするんですかって言ったら、新たにイベントを立てたりとかですね、まあ、そういうことをしたりとかで、しかも何ヶ月か先まで数字が見えちゃってるので、あ、ここの月足りないかもって思ったら数ヶ月前に何かイベントレッスンとかキャンペーンを貼ればその数字を確保できる可能性もあるので、もうとにかくデータと数字なんですよ。でこれを嫌がる人は結構目標達成しづらいし、月商50あたりになってくるとちゃんと数字を見据えた状態で組み立てる方が、50はいけちゃうんですよ。次の100が辛い、その癖がついていないと。積み上げてちゃんと先にこの数字があるからこういう行動をすればこの金額になるっていう体感をする訓練をするのが月商50万です。100万はそれの積み上げ、200、300になるとそうもいかない部分も出てきます。もうちょっと違う要素組み合わせないと300とかって結構大変なので、はい、ただ私のクライアントさんが証明してくださってる部分で言うと、半年で2000万っていう人いるんで、できなくはないです。できなくはないんだけど、それは、まあ、ちょっと波に乗っちゃってるバブルだよねっていう雰囲気なので、その要因も分かっているっていうのが大事です。自分の実力なのか波に乗っちゃってるのかたまたまなのかっていう分析した上で稼ぐって、これも数字なんですよね。だから結構数字を見るのが好きな人は売り上げが上がりやすいです。これははっきり言います。数字も把握しない、場合によっては領収書も見ない、毎月のお金もまとめない、この人は改善がしようがないです。だから儲かるタイプの人ってお金だけじゃなくて全てのデータちゃんと見てます。私も見ますけどね。例えば広告を打ちましたっていうと何人見たとかで何人どうなったかとか見ますし、 SNS も何投稿したか、どの投稿がどういうふうに反応が良かったのか、例えばその反応が良かった投稿はどういう傾向があるのか、じゃあ似たような投稿を書けば反応があるのかとか、サイトに何人ぐらい訪れると何分の1の確率で決まっていくのか、
体験会を開くと何分の1の確率で成約者が出るのかとか、まあ、全部数字なんですよ基本的には。でこの数字を嫌がらず分析をする能力がある人は必ず改善の糸口が見えます。改善の糸口が見えるということは、あと次の課題は改善すればいいだけなんで、良くなるしかないんですよ。だから現状把握と未来への改善案っていうのは数字の把握からスタートします。まあ、それは時間管理も同じことなんですけどね。だからまずその先ほどね言った K さんとかのケースで言うと、上半期のこの間打ち合わせしたんですけども、上半期の打ち合わせベースで、目標にしてた金額の、前年対比じゃないですよ、自分が書いただいたい前年対比 1.3 倍ぐらいで組んでもらうように目標シート作ってもらってるんですけど、その前年対比ではなく今年こうやりたいなって作った目標の 140% とか 150% で上半期推移しているのが見えたんですよ。見えたんです。そしたら彼女とお話をしたの、下半期どうやって過ごそうかっていうお話をした時に、とにかく前半すごく走りましたと。そして若干体調がちょっと良くないです、良くないですっていうのは、レッスンはなんとかこなしてるけど、ちょっと腰のあたりとかね、腰痛の部分とか体メンテをしたいです、なので少しレッスン数を減らしたいですっていうのがまあ要望であったのと、あとお家でまあちょっといろいろとやらなくちゃいけない家仕事がありまして、でそれでちょっと教室業のボリュームを減らしたいっていうのが彼女のお話だったんで、じゃあね、前半かなり走ったから後半少し落とし気味でいきましょうと。だから、集客もガツガツ集客しなくてもいいように、来期の仕事を今下半期にしましょうと、要は来年の1月からの仕事ですね。ということで、じゃあ例えば動画を作り込む時間にしましょう、人と特にね、セッションとか、レッスンとかやらなくてもいい一人の組み立ての時間でできることをやりましょう、対面で話をしてなくても稼げる仕組み作りをしましょう、その仕組み作りをガーンと一気に動かすのが来年で、そのための準備をしましょう。だから、今までのような伸び率より落ちるけれども来期また伸びるからっていう来期まで見据えたお話をこの間したんですね。でその提案ができるのは上半期が 150% オーバーで推移してるの分かってるからです。貯金が溜まってるということですね。だからそれも全部データを出してくれているので、この人がどういうふうに動いてどういう投稿をすれば何人ぐらいが大体決まっていって、ほぼほぼ体験会の成約率は 100% なんですよ。だから体験会をやればやっただけ人数がもう見えるっていうのが分かっちゃってるので、体験会をするかしないかだけなんですね。ということでセーブをしたいんだったら別に体験会しなければいいだけの話になるので、そういう数字をきちんと把握して動いているケースにおいてはコントロールができてしまうんですよ。これっていうのはもうだから集客も、まあ、その K さんという方はねもう3年以上一緒に やってるのでほぼほぼ自動集客に近い状態、要はブログから問い合わせが来るとかいろんなものを勝手に見て勝手に来るような仕組みをずっと整えていたんで書いてはもらってますブログは。でもそれでこう激しくキャンペーンをしなきゃいけないような動きではなく、淡々と集客ができているという状態を作ってます。でそれができてるっていうのは数字をやってるから、でもう数字つける時が一番楽しいって言ってましたからね、はい、もちろん経費節減っていう意味もあるし、売上アップで売上アップだとやっぱモチベーションが上がるって言ってたので、まあ、それによってどうすればこういうものを買ってもらえるのか、どういう人ならこれを喜んでくれるのかの必死にアイデアを練るからまた売れちゃうんですよね。だから集客ができない方って数字だけを追いかけていて、何人入ったらいい、何人制約したらいいということばかりに着目して、中身の方に着目する時間がないんですね。でそれがおそらく数字の内容と把握分析をしていないからっていうのが大きな要因であるというふうに考えています。でその方はもう初期の頃からです、数字を見るつけるのが大好きで、私が表を渡してからもっと喜々として喜んで毎月提出してくるので、
それもあってずっと伸びっぱなしですね。まあ、私も10年ずっと決算は右肩上がりでやってますけれども、彼女も見させていただいたから4年くらいはずっと右肩上がりでやってます、毎年毎年。はい、なのでできるかと言われればできるということです。でもう一人のケースは、まあ、この方が一番短期間で売上が上がった方なんですけれども、 R さん R さん 分かる人は分かるのか、 R さんです、 R 子さん R 子さんではですね、上半期で2200万ぐらい売り上げ上がってるんですよ。で、その仕込みは半年前の半年間で講座を作ったりとかいろいろやったりとかはしていました。だけれども途中からですね、特に数字の提出をしていただくようになってからさらに劇的に変わりました。要はその人数把握をすることによってよりモチベーションが上がって、制約するためにはどうしたらいいのかっていうのを必死に考えるようになる。となると、制約するためには、例えば講座の内容をさらに良くしようとか、講座の内容をもっと分かりやすく外向きに伝えていこうとか、いろんな工夫をしだすんですよね。でその中で例えばインスタライブをやってみようとか、まあ、YouTube とかをやってみようとか、まあ、いろいろと課題が次から次へと出てきて、数字の分析をしたことによって手に届く分かりやすい目標が見えてくる。あと当たり前ですけど、お振り込みが残高残高が通帳に入ってくるわけですよ。まあ単なる数字の落ち込みにしか彼女には今見えてないかもしれないですけれども。で、そうなってるのは、時代の追い風にうまく乗れてるっていうことと、それに見合う努力をしたっていうのが大きなポイントです。ただ、そのデータを出してくださいとか、どういう状態になってるか把握したいのでと私が言った時に、それをきちんとつけてパッと出してくださる方は伸びやすいんです。それを見ながら私、正しいアドバイスができるから。だから、よく、まあ、営業時代もそうだったんですけど、数字を把握してない人っていうのは、全てにおいて、お客様の気持ちも含めてですけどね、把握してないっていう感じなんで、まずね、数字に敏感になってほしいんですよ。数字に敏感になると集客ができるようになる。で、集客ができるようになると今度売上を落とすというコントロールもできるようになるんです。怖がらなくても。要はさっき言ったみたいに、体の体調を整える、家仕事の方をちょっとやらなきゃいけないとかっていうのを中心に考えるっていう時間にするっていうのも、売上が上がって貯金ができてるからそれができます。なので すいません、宅急便が届いてしまいました。はい、ということで、数字をね、敏感にきちんと捉えてる人が、まず月商50っていうところを楽に超えるための一つのターゲッティングポイントかなというふうに思っています。で、そのね、数字の把握っていうところで言うと、まあ、すごいちっちゃな話なんですけどね。例えば今、会員というか皆さんね、教室やられてれば、何人の方が自分の教室に登録というかしたことがあるかっていう、一旦は住所を知ってる人は何人いますかって言った時に、正確に人数言えますかっていうのがまず1点です。例えば私、パン教室やってた時に、データでもちろん全部名簿つけてましたから、一旦登録した人は何人かっていうのはどんどん下に行くから人数を把握しますよね。例えば273人ですとか、そこで言えました。で、主に稼働してる人は何人ですかっていうのは月間稼働なんで、やっぱこれブレ幅とかあるじゃないですか。だけれども、先ほど言ったような数字をつけていると、例えば先月の数字は出てるわけですよね。先月は教室に来てくれた人は53人ですとか。そうすると休眠会員がこれぐらいいますよねとかっていう話になったりとかね、行方知れずっていう方もいらっしゃるかもしれないけれども、でそのお客様をセグメントを分けた上で、来ている人のさらに内訳はどういう状態で来ているのか、あとはレッスンの内容、オンラインとオフラインはどういう内訳になっているのかとか、これ全部数字なんですよね。大体6対4ですとかってね。だから普段からそれを意識して動かしている人はすぐに答えが出てくるし、私営業やってた時に、まあ、社長とかに、今期
いくらで終わりそうかとかいう予測値とか、期の途中でよく聞かれる。で、大概私その予測値外さないし、その言った予測値よりも跳ねさせてっていうか、上にして大体フィニッシュっていうことが多いので、社長がだんだんそれ分かってきちゃって、ああ高橋がそれぐらいって言ってるんだったら、あともう1.3倍ぐらいいけるなみたいな、硬いところを言っちゃう人、いやいやいや、その硬いも頑張ってやってるんですけどみたいな話をするんですけど、っていうのを読まれて、まあ数字、会社の数字とかを決めたりとかっていうのをね、社長がやってて、なのですぐ聞かれるんですよ、あそこのこれはどうなんだ、なんとかは。でもうその店舗のことをポンと軽く聞かれちゃうと、即答できないとやっぱ使えないやつって感じになるじゃないですか。だから社長はね、数字が欲しいんです。なのでよくそれが把握してて、どの数字を知りたいかよく知ってたので、最低それは把握するようにはしてましたけどね。はい、なんで余談なんですけれども、集客が楽になるっていうことと経営が楽になるってことはほぼ一緒で、でその肝になるのは数字の把握です。だから苦手な人は今からでも少しずつ把握するチャレンジをしたらいいと思います。まず簡単なところ、あなたの今登録をして今まで教えたことがある人数何人ですかって言って、サクッと答えられますか？月間平均何人ぐらい稼働してますか？サクッと答えられますか？ このあたりはね、答えてほしいです。はい。で、もっとね、複雑な分析っていうのは、お話しながらとかデータを出してもらいながら、大体コンサルティングをしていく内容になるので、そこはね、ご自身で自分を見つめ直すっていう意味では指標にして、データ収集していってほしいんですけど、とにかくポイントは数字です。はい、そこぜひね、頑張っていただけれたらと思います。では、本日のね、お話のまとめをしたいと思います。教室の先生が月商50万は楽に稼げる、集客を楽にするコツとは、数字をきちんと把握することです。はい、今日からぜひ数字を意識して頑張っていってみてください。それでは。